10月27日に解散総選挙を行いたいと考えております。明10月1日国会の諮問指名で内閣総理大臣に選出されれば直ちに組閣を行い政権を発足させたいと考えております。新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要であると考えており、諸条件が整えば10月27日に解散総選挙を行いたいと考えております。予算委員会あるいは党首討論、これも委員会形式でございますけれども、その開催につきましてはこれは国会のご判断というものがございますので、それに従いたいと思っております。いずれにいたしましても国民の皆様方にご判断いただける材料というものをきちんと整えるような努力は続けてまいりたいと考えております。ではまず幹事長お願いいたします。27日の投開票ということを先ほど総裁が述べられましたが、そのためにはやはり15日の告示ということになるの、公示ということになるだろうと思います。